今回は山中会で作成した資料をご紹介します。第1弾は清和源氏初流略形図です。もともとは東海冊子山田第5号の掲載原稿としていただいたのですが、小さな冊子の中では制約が多く、せっかくの系図の一覧性が損なわれてしまいますので、一枚ものの系図に作り直しました。系図の寸法は A3 用紙横2枚分の大きさで、幅が80センチ、縦が28センチ、厚手の上質紙を使用しています。この系図では清和天皇の第6皇子定純親王の子六尊の源常元に始まる清和源氏の主だった流れを室町時代末までの時間経過で示しています。なお山中会の作成ですので、山梨が系図の中心に来ている点は多めに見てください。六尊の源常元から忠源氏の祖源光仲、その長子源頼光は大井山の酒呑童子大治の伝説が語り継がれ、弟の頼親は大和源氏の祖、頼信は河内源氏を起こし八幡太郎義家を経て鎌倉幕府を開いた源頼朝へと続きます。室町期には頼朝から3代前に枝分かれした足利氏が室町幕府を開き、三管四職の制度を定めて政権を運営します。その三管四職の任を負った家系の多くがこの系図の中に見ることができ、各種の関係性も分かりやすいです。この系図自体は一枚ものの紙ですが、諸芸学等に収めていただきますと見栄えもし一覧性も確保できます。ご希望の方にはこの清和源氏初流略形図をお分けいたします。詳しくは動画説明欄のリンクより詳細をご確認ください。以上、清和源氏初流略形図をご紹介しました。